こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の6月1日、1時間ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は187円ということでね、はい、あまり下がってないというか、上がったっていう感じですかね。感覚的にはまだ190円だとね、はい、まあ、200円まではね、なかなかいかなかったんですけど、190円はつけたみたいですね、はい。昨日大きく上げまして、こんな感じですね。で、今日ここからこうちょっと、まあ今日はまあ揉んでただけということですよね。でも 1,2,3 ときて次5波目がこう行ってくれるの楽しみにしたいと思いますね。で、今日6月1日ということで、昨日もちょっと見たんですけど、まあ、月としてね、見たときに140、150円の手前から190円までかな、ちょうど終値が190円だったんですね。これね、ちょっと今見えないけど、見たら190円でした。だから40円ぐらいね、大きく上がったということです。まあこのね、2月には叶いませんけど、まあここでね、ちょっとなんていうのかな、兆しもこう見せてるわけで、はい、6月7月が楽しみですね。はい、いつもおなじみこのアフリカのね、We can do it だと思いますけど、今日の動画はこれ女性陣ですね、はい。皆さんソーラーバルブをこのように持ってますね、はい。他の方ちょっと喜んでくれるかな、なかなか笑って喜んでくれる方がいないんでね、はい、でも非常に助かってるんじゃないかなと思います。はい、でこちらもアフリカですけど、ちょっとウォーターウェルとかって書いてあるので、なんか井戸なのか水道なのか、なんかそんな感じですよね、はい。まあ、これね、裸足でこういうことやってるの非常に心配ですよね、はい。だからなるべくね、なんかこういう方たちにもなんかできるようなことが、まあ、遠回しでもね、できればいいかなと思います。はい、組長ちゃん、A での取引、アメリカと韓国のパワーがすごいということで、このね、絵なんですけど、これ久しぶりに見ましたね、このフィアットリークってやつで、この地図で、なんていうんですかね、そのクリプトの行き先がこう、量もね、このグラフィックで分かるということです。これバイナンスコインですけど、ここトルコでしょ、ユーロでしょ、USD、ジポンド、これは何だろう、分かんないけど、通貨から、なんだ仮想通貨にこう行ってるのが絵になってると思うんですね。でこれ取引所でアメリカ、ヨーロッパ、ロシアかな。でこれが、まあ、トルコリーダーなんトルコでしょうね、はい、はい。ADA に変えてみました。ここが、AUD、THB、KW、ユーロ、ドル、ポンドと、ここら辺、まあ、コリアボン、なんだこれ、タイバーツ、 AUD は何だろう、ということで、ね、はい、なかなかまあ、だんだん増えていきますけど、アジアの方が韓国しか出てこないのはなんでかなと思いますけど、韓国の多いんですかね、はい。でもまあこれグラフィックが非常に面白いのですごいというのと、あとこっち見ていくと本当にね、今いろんな通貨が出てて、1年半ぐらい前かな、1回これお伝えした時は見れる通貨がそんななかったんですよね、はい。やっとエイダがあるなっていう感じだったと思うんですけど、はい、まだこれがあったっていうのはちょっと嬉しいなという感じです。はい、愛知東海さんですけど、チャールズに会えるミートアップの開催は本当に久しぶりではないでしょうかと、1日限りで少人数制ですが、コロナ禍でこのようなイベントが再開できる状況になったことは私が何より嬉しいですということで、This Wednesday June 2nd、 もう今日ですね、今日というか、明日、サウスフロリダということで、フリーイベントバッドシーティングキャパシティリミテッドということですね、はい。まあ、登録できますけど、まあ、アメリカ、フロリダということです。はい。で、下の方では、南フロリダに決まりましたかと、また落ち着いたら日本にも来てほしいですね、ということですけどね。皆さんで呼びましょう。はい。今、エキスポにね、秋のエキスポにブースを出しましょうって言って活動してるんですけど、まあ、そこに、IOHK もね、いいんじゃないっていうふうに、ちょっと、交換職は交換職なので、まあ、出てくれるか支援してくれるか分かりませんけど、まあ、そうは言っても同意はねしてくれているので、一生懸命活動していけばまたね注目してくれるかなということで、 AMA でちょっと顔出してくれるとかね、なんかそういうのでもなんかあるといいなと思ってやってますので、できればね応援していただければと思います。はい、IOHK ですけど、 Are you attending our Marlow Seminar later this week ということで、今週の末ですかね、後半にセミナーがありますよと。で、マーローのセミナーということで、どれに興味があるか教えてください。デファイ、マーロー、
フィナンシャルコントラクス、まあこれ全部関係するよっていうのかな。はい、じゃあマーローにしとくか。はい、あでファイが一番あれですね。はい、で、マーローの、ウェビナーということでね、ちょっと私は見てみたいなと思ってるんです。はい、こちらがホームページですけど、金融スマート契約コントラクトですね、が容易になったということで、ファイナンスの関係のスマートコントラクトを、コンピューターがね、分かる、詳しい人じゃなくても使えるようにしていこうっていう考え方の、製品ですよね。はい、業界のリーダーや学者からの盗撮を引き起こすと、ちょっとここを読みたいんですけど、マーローは、よいしょ、誰もがピアツーピアの方法で金融契約を実行できるようにすることで、金融を民主化するように設計された製品のスイートですと。企業開発者、エンドユーザー向けに構築され、分散型金融に新たな取り組みをもたらします。今年の夏、私たちは一連の無料の仮想ウェビナーを開催しています。マーローの詳細及びデファイとオープンファイナンス市場のより良い理解を武器にしたセッションを残すために私たちに参加してください。最初のセミナーでは、マーロー業界のパイオニア、一流の学者の背後にあるチームから次のことを学ぶことができます。金融の未来、デファイ製品におけるセキュリティの重要性、レガシー金融システムやグローバルスタンダードと相互運用性の確保と。ウェビナーの予定は4時から1時間、2時間ですね。はい、紹介、新しい金融の世界、デファ分散型金融の未来、スマートコントラクト言語の構築、閉会のコメントということで、まあ、マーローは、ブロックリンって言って、子供がやるような、プログラミングの分かりやすいやつも使えるようになってますよね。だから、あれが使えるようになると、結構個人とかね、小さな金融業者でもうまく使えたりするといいかなと思うし、まあ、結構大きな会社が個人でも、まあ、ある程度、扱えるように、いろいろ作るとかね、そういうのもいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんですよね。はい、これ絵でちょっと拾ってきたら、ここにありましたマーロープレイグラウンドということでね、このように、なんだろう、見やすい形でこう組んでいけばね、実際に契約が作れるというような形ですよね。はい、ちょうど絵を拾ったらしぽさんの、サイトに来ちゃいましたね。はい、しぽさんすごい、これだいぶ詳しく説明されてますのでね、はい、こちらで興味がある方はご覧になっていただければと思います。はい、カルダノジャーナルで、ビットコインとカルダノの、セキュリティとエネルギーの問題がね、書いてあるのでちょっと見ます。はい、カルダノ対ビットコイン安全保障とエネルギー問題と。はい、こちら元ネタはカルダノのフォーラムですね。はい、ビットコインと同じレベルのセキュリティを維持しながら大幅な少ないエネルギーを使用する方法と。で、最も一般的なコンセンサスプロトコル、仕事のプルーフワークとステークの証明、プルーフワークとプルーフステークですね。はい、ちょっと分かりやすいところだけ拾います。大幅な省エネ、ビットコインやその他産業プロトコルの証明ではエネルギー消費量の 99% がブロック生産者を選択するために使用されます。カルダノはステークプロトコルの証明、まあプルーフステークですね、使用しています。はるかにエネルギー効率、これに対しカルダノは、ビットコインが使用する 115.85TWh と比較して年間 6GW のエネルギーしか使用していません。カルダノは 6GW すなわち2つの平均の発電所、ビットコインは、115,850GW、オランダを上回る国のエネルギー消費量でランク31と、まあ、国レベルで考えても31ということですね。だから私たちが見ることができるように、カルダノはビットコインよりも何倍もエネルギー効率が高いですと。まあ大体は何だろう、100万とかね、400万分の1とかよく言いますよね。はい、そして物理的なフィアット現金のために原材料、採掘処理および生産するために必要な電力を考慮しているということです。では値段に戻りまして、 188.81、14,012.9×188.81 で元本が10万円ですので、計算しますと254,576円のプラスということになりまして、2545.8% のプラスということになりました。6月楽しみですね。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。